クジャクマイさんと一夜を共にしたい。どうも、リュウです。さあ、本日なんですが、またハーピーデッキですね。この動画の1個前に、20枚の、ハーピーデッキ作ってるんですけども、動画出してるんですけども、今回ちょっと30枚にしまして、絶対やりたい動きがね、ちょっとありましてね。レスキューラビットっていうこのモンスター、これを使いたくて、これ、何が強いかっていうと、まあ、1枚が2枚になるカードなんですよ。このモンスターを、除外して、デッキからレベル4以下の同盟の通常モンスターを2台特殊召喚できるよっていう効果なんですけども、これね、新しいパックをね、これとめちゃくちゃ相性いいんですね。ハーピーレディスクラッチクラッシュ、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上なんだけども、ハーピーレディ、ハーピーモンスター1体をチューナーとして扱う、ことができるんで、レスキューラビット1枚からこれが出せるんですよ。要は、こいつを除外して、これ出してきて、で、これをシンクロ召喚していくっていうのがめっちゃ強いので、この動きをしたくてね、ちょっとね、これ入れるとね、デッキ枠めっちゃ太るんですよ。なんで、ちょっと20枚とかに収めるの無理だったんで、もう思い切って30枚にしました。で、ギミックとしてはですね、1個前の動画と同じような感じなんで、まあ、チャネラーとかね、チャネラーでハーピーカードを捨てて、特殊召喚して、これ出したりとか、ランク4エクシーズももちろんできるし、ハーピストとか、ヒステリックサインを捨てて、サーチ入れたりとかっていうギミックですね。やっぱこれがすげえ強いっすわ。これマジでやばいですね。このカードの、2番の効果。このカードが手札かフィールドから墓地を変えたターンのエンドフェーズに、デッキからハーピーカードを3枚手札に加えるっていうことができるんで、これがね、やっぱね、相性すごい、インガ切断とかサンダーブレイクとかこの辺のカードとか、セッツリとか。あと今回ですね、ライトニングボルテックスっていうね、新バックで、やべえカードが実装になりましたんで、手札を1枚捨てて、相手フィールドの表側表示のモンスターを全て破壊するというね。これね、刺さんないデッキあんまりないんですよね、今。なんで、これをぶっ込んどけば、高校で相手のモンスター一旦除去できるかなっていう感じですね。で、しかも捨てるカードが、ハーピストだったら、エンドフェーズにハーピーをサーチできるし、ヒステリックサインだったら、3枚ハーピーカードをサーチできるし、みたいな感じで。まあ、相性はいいかなと。まあ、相手ターンに腐っちゃうんで、ちょっとね、そんなガン詰めするほどのカードではないかなと思うんだけども、結構相手の西岸デッキとかそういうの全部、処置したりできるんで、精霊竜とかもね、全部問答無用で殺せるんで、なんで、これは一応積んでますと、いうことですね。で、他のギミックとしては、これドラゴサック、これね、ランク7のエクシーズモンスターでめっちゃ汎用モンスターなんで、まあ、ランク7といえばドラゴサックみたいなとかもあるんですよ、エクシーズモンスターって。なんでこれを使いたくて、これね、ハーピーデッキから結構簡単に出るんですよ。これどうやって出していくかっていうと、チャネラーがハーピーカードを捨てるとデッキからハーピーモンスターを特殊召喚できるんですね。で、これでね、ハーピーズペットドラゴンね、これ。懐かしいでしょ。このモンスターを出してくるんですよ。で、こいつドラゴン族がフィールドにいると、こいつドラゴン族なんですけど、これがドラゴン族がフィールドにいるとレベル7にできるんで、7、7にできるんですよ。なんでここで7、7でエクシーズ召喚ができるということですね、ドラゴサック。で、ドラゴサックの効果自体は、厳重機なんで、ちょっとね、リンクスタート使いづらいですよね。結構。工夫しないといけないんですけども、トークンがいる限り戦闘効果で破壊されないよっていう、まあ、共通効果で、オーバーレイユニットを1つ使うとトークンも2体生み出せます。はい、2体生み出せると、まあ、要はだから3枠埋まっちゃうんでね、これやっちゃうとちょっと微妙なんですけども。で、3番の効果で一旦に一度攻撃権を放棄する代わりに、現状機モンスター、まあ、自分でもいいんだけど、自分とかトークンをリリースすると、フィールドのカード、自分か相手のカードを破壊すると。だから例えばドラゴサックでヒステリックサインを破壊するとかいうことも一応できます。はい、だし相手のモンスターとか魔法トラップを破壊するっていうこともできるということですね。まあ、汎用除去みたいな感じです。はい、というわけで、まあ、このギミックはまあおしゃれギミックなんで別になくてもいいんですけど、入れたかったんで入れました。はい、ということで早速30枚ハーピーデッキ、動き方見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。ああいうデッキを楽しんで使える場所を用意するべき公式が。でもフリー対戦に行ったら、そう、ボットだらけ。こんなことが許されていいのか。弱っ、ハンド。どんなデッキかお手並み。ゴミハン来た。俺たちにできないことを平然とやって、平然とできる。そこにしびれる、憧れる。俺の名はディオ。やべ、これライボル先に打った方がいいんじゃね。これ二刀流ありそうじゃね。二刀流ありそうじゃね。これなんかライボル先打ちじゃね。これライボル先打ちやな。これライトニングボルテックス食らえ。何何やべえ、うめえ、かわし方うめえ。ライトニングボルテックスのかわし方うめえ。とりあえず
ちょっと待ってくださいね。一回セットして様子見ます。なんか光ります？光りませんね。レスキューラビット召喚許します。なんもない。よし、二刀流だ。レスキューラビットの効果発動。ハーピーレディを特殊召喚。そしてハーピーレディを特殊召喚。そしてハーピーの狩り場の効果発動。さらによし、二刀流完璧な読みだ。これが遊戯王デュエルリンクス。そして2体のモンスターでオーバーレネットワーク、こっち違うわ、ハーピーレディスクラッチクラッシュシックを召喚。これやってることエクシズなんだよな。そしてハーピーの狩り場の効果発動。そしてこれ戻さなくていい、殴ったら落ちる。よし来た、これバトル問う。これがフレイングよ。これがフレイングよ。何か二刀流じゃバカ。誰が手札1枚何ができる。鉄則いいだろう。ライトニングボルテックス触ったな、間違いねえ。呪われた棺を置いてみたらどうですか。確かにね、ハンデスカモンスター界強いね。ヒステリックサイン最強だ。ヒステリックサインの効果発動。ヒステリックサインの効果によってデッキから華麗なる分身を手札に加えるぜ。まだパーピーレディはデッキに残っている。万華鏡華麗なる分身を発動。現れなさい、ハーピーレディ。あ、やばい、強い強い、なんて強さだ。見てくれこの圧倒的宿、相手の盤面全部掃除したった。 GO！ あ、強い、あ、強い。え、待って、ライトニングボルテックス実は強いか、これもしかして。上振れ強いけどスキル狩り場安定しないから、まあそうだね。でも安定するってどういう反動。安定するハンドもうなくねえ。だバランスとかもう使えねえぞ。安定するハンドってなんだって話あるの。初手操作系好きなんてあったっけ。今これはいいぞ、チャネラーを召喚だ。もうこれ狩り場ばっか、狩り場ばっか。チャネラー効果、あ、じゃあ、チャネラー効果、ハーピストセルで、これはね理想ムーブですね。でパフューマー効果。いやー、これねー、ハンデスぶち込んどくの結構いいんだよね。正解っちゃ正解な気もするんだよね。ハンデスぶち込んどく説も結構あるんだけど、これあの3体並べて、3体並べてハンデスぶち込んどく説もあるんだけど、さすがに狩り場か。で、まあ SC ですかね、これはね。スクラッチクラッシュ出していこう。で、スクラッチクラッシュ出して、で次バック割るような構え、次バック割るような構えのエンドで、ハーピスト効果で、もう一回チャネラー。これが理想ムーブですね。これ圧倒的理想ムーブです。まあ、ここは万華鏡にしとけば3体並ぶんでウロボロスとかも出せるよみたいな感じですかね。さあ魔導陣きたー、魔導陣きたー、リアル遊戯きた。ジコレジンナビやめろ。ジンナビで一応戻せるけどな、相手のモンスター。でもあとカリバーあるじゃんね、カリバープラネター。あ、オッケー、エンドフェーズ入んな、エンドフェーズ、メインフェーズ終了前、メインフェーズ終了前。よし、くたばれ。ブラックマジシャンは絶対にサーチさせない。よし、ハープスト効果、コストにするんでどっちでもいいな。はパピまでいいか。オーケー、光るな、砂時計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 光らない、神ゲー、砂時計光らない、砂時計は光らない。あ、なんかある、なんだセントリーか。はい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 、それシンプルに勝ちやけど。あー、それいるのね、マジシャンズ、マジシャンズオブブラックイリュージョンがどちらこちらのやつね。はい、なるほど。戻す必要ないんだよな、これ。殴った方が強いんだよな、これ。戻す必要ねえもんな、これ。あ、でも一応自分戻せんのか、自分戻せるから自分戻すか。
これ除外されるんじゃなくて、これ自分戻そう。で、どうせもう一回出せるんで、あの召喚器使ってないんでね。で、これチャネラー召喚して、で、チャネラー効果でハーピスと捨てて、で、あ、ハーピスペットドラゴン出せるよ。言っとく？言っとく？ハーピスペットドラゴン言っとくの結構ありだな。言っときやすこれ。いや、さすがに強いだろ、あの SC の方が。いや、どうだろう。でもこれさ、一気に言っとくか。言っとこう。ハーピーズペットドラゴンも特殊召喚。そして、そう、レベル7のモンスターが2体。いけ、ドラゴサック。よし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 。キーン。ラックだな、ドラゴサック。こいつってさ、効果使わなかったらいけるよね。効果使わんかったら殴れるはず、確か。このカード、一旦一度自分のフィールドのリリースして、この効果を発動するターン自分攻撃だから、素材を出しとくのは OK、 素材を出しとくのは OK、 トークンを出す、こうして、でトークンだけ出しといて、で殴る、ティマイオス引かれたらやばいから、殴る、シンプルに殴る。はい、でここでエンドで、ハーピスト効果で、チャネラー。オッケー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 。活躍してるのか、これは果たして。ドラゴサックは。これ SC でよかったんじゃないか、これ別に。別によかったんじゃないか。なるほど。さあ、その伏せカードはなんだ、伏せカードはなんだ、それは。ドラゴサックの攻撃権を放棄するぞ。攻撃権を放棄する代わりに、トークンをリリースして、相手のセットカードを破壊するぜ。いや、待てよ。でもデッキトップ、でもこれセットカードだな、セットカード破壊、よし。そしてこれはチャネラーの方がいいな、チャネラーを召喚、2600、1400、勝ったな、いけ、チャネラーを召喚。あ、また勝ってねえわ、こいつ殴れなかった、これ殴れないの、ちょっとあれだな、忘れそうだな、これリアルに遊戯をしてると。あとフィールドが攻め、あと2枠あったら出せんのに、 SC も攻めえよ、フィールドざけんな。いや、でも言うてそんな簡単にこの盤面取っ払いきないだろ。ちょ、マジで来たー、来た、ドラゴサック活躍、来た来たわこれ。さあ、お相手の方、ジュータ君よろしくお願いします。ウィルさん、バイ。パフィーマー来てる、パフィーマー、もうちょっと自爆特攻するわ、自爆特攻じゃねえや、自爆、ハーピーの代わりは自爆、パフィーマー効果、パフィーマーが召喚に成功した場合、ハーピーレディ3姉妹の名前が記されたカードを手札に加えることができる。さあ、いいぞ。そして万華鏡、華麗なる分身を発動、デッキからハーピーレディを特殊召喚、そしてレベル4のハーピーレディにレベル4のハーピーパフィーマーをチューニング、まあ、どっちでもいいんだけど、チューニングするのはシンクロ召喚、ハーピーレディスクラッチクラッシュ、きた、かわいい、美しい、セット、セット、ターン終了。さあ、なかなかいいですよ、なかなか強い、この盤面はなかなかに強い。挨拶やめて、先生、挨拶してくんな、マジで。何？暗黒界の取引？あ、ハーピスト来た。ハーピスト来た。ハーピスト。ハーピスト強いな。ハーピストは強い、普通に。ハーピストはシンプルに強い。ガスタグリフ？なんだこれ、ガスタグリフなんだっけ？リーズ。あれ？なんかこれなんだっけ？これなんかやばい。モンスターだった気がするぞ。あれ？ちょっと待って、うっそ、どういうこと？